アナトリア語派の大予算の地理的分布パラー語はアナトリア半島北部で紀元前2000年期に使われていた言語インドヨーロッパ語族のアナトリア語派に属する1906年ドイツのフーゴー・ビンクラーはトルコのボワズ教を発掘しヒッタイト帝国の首都であったハットシャの遺跡を発見した遺跡からは大量の粘土板が発見された1919年 エミール・ホラーは、ボアズ教育費分の八つの言語という論文を発表し、これらの年度版の中に、アッカド語やヒッタイト語の他に、ヒッタイト語に近い言語として、ルイ語やパラー語があることを明らかにした。資料は、1970年に、オノフリオ・カルーバによって、文法、語彙集と共にまとめられた。それ以降は、新しい資料は見つかっていない。コヒッタイトの法律文書において、 ヒッタイトの領土は、パラールーイやハッティの三つの地域に分けられていた。パラーは、ヒッタイトの中心地に対してハリュス川を越えた北西に一致していた。新ヒッタイト時代にはすでにパラー語は死語となっていたと考えられている。パラー語の資料は、ハット社から発見された、わずかに一段数ほどの年度版文書がすべてである。内容は、アナトリアの先住民族である。 ハッティ人の神であるザパルファの祭儀に関するものが主であり、ハッティ語の強い影響を受けている。ヒッタイト語と同様に設計文字で書かれている。母音には少なくとも A.I.U. があった。他に E. もあったと思われるが、設計文字の表記の制約により I. と区別されていたかどうかはよくわからない。母音は長短を区別する。半には W.J. があった。死因は以下のものがあった。は、マイナスと本事される音で、イントーンでなく、難航外音の X かもしれない。F は、ハッティ語からの借用語に現れる。インドヨーロッパ祖語の K は、ヒッタイト語と同様に、KG として現れる。他のアナトリア語派と同様、接語を多用する。パラー語の名詞は、単数と複数。 生物と無生物の二つの性を区別する。核は少なくとも主、主核、個核、体核、属核、予核、ところ核の6つがあったが、複数では、主核と個核、予核とところ核の区別がなかった。無生物の複数型が主語の場合、動詞は単数型になる。動詞は、認証と数で変化し、直接法と命令法、現在形と過去型、 能動体と中道受動体の区別がある。他に接語によって様々なアスペクトを表現する。語順は比較的自由である。基本的には SOV 型だが、強調する要素を文頭に出すことができる。内容がハッティ人の際にを扱っているためか、ハッティ語からの借用語が多く見られる。ありがとうございます。